天使が倒れている。悪魔の気配だ。ベテルの差し向けた援軍かや。残念じゃが、少しばかり遅かったの。少年、油断するな。恐ろしい力を感じさせる相手だ。この地に集いし天使たちは死んだ。何時もすぐにその後を追わせてやろうぞ。今この時に訪れた己が不幸を呪うがよい。ジョーカー参るぞ。
まさ、忌々しい天使どもかと思えば見慣れぬ相手のようだな。ヤクモ、我が名はヤクモ将兵、全ての悪魔を狩る者だ。小僧、この開口を喜ぶがよい。楽にあの世へ行かせてやろう。わらわの頼みじゃ、ヤクモよ。少し待たぬか。また気まぐれか。わらわを相手に臆せぬ戦いぶり、見事であったからの。運が悪いな、小僧。次は楽に死ねぬぞ。わらわは天地の狭間に暮らす人類を生みし、女神ジョカであるぞよ。隣にいるのはヤクモ。
わらわの半身ともいえる存在じゃ。知れたこと。ベテルは我らの敵じゃからの。太古より法の神とそれ以外の神々は争い合っておった。じゃが法の神によって多くの神々は知恵を奪われ貶められたのじゃ。神とそれを信じるベテルの者たち、奴らは法の支配を絶対と信じており、今でもその秩序を守ろうとあがいておる。そのような無法を許すわけにはいかぬ。ゆえに天使どもを始末したというわけじゃ。もっとも法の神に反抗する者どもが正しいとも言わぬ。キャツらの多くは己が欲望に従い暴れるだけの知れ者どもじゃ。故に私は天使と名乗るベテルの徒と悪魔と貶められた古き神々を切らねばならぬ。さて小僧、一つ問おう。他を貶め己の正義と秩序を敷く法の神のやり方、それ法。さすがはわらわが目をかけたものじゃ。ベテルの天使どもとは違うの。そなたの今後が楽しみじゃ。この奥に転移装置がある。ベテルが研究しているものと同型だ。それを用いて自らの知る東京へ帰り、その目で確かめるという。神と悪魔が人に東京に何をもたらすのか。また会おうぞ。